バックのセレクトショップ壇上の壇上です。宍戸です。よろしくお願いします。今日は、はい、ビオラドール、はいはい、最近人気が出てきてるカゴバッグですね、はい、このブランドのバンブーのついた、うん、ちょっとおしゃれなカゴバッグをご紹介していこうかなというふうに思います、はい、お願いします、はい、軽さ、まずどうですか、はいはい、とても軽いですよこれ、ね、うん、重たくないですよ、はい、まあね、でも正直、うん、ナイロン製のバッグに比べるととても軽くはないかもしれないですけども、うんうん、でも革のバッグに比べても全然軽い、はい、なんかこうストレスなく使ってるんですか、ね、はい、容量もたっぷり、うん、はい、たっぷりですね。このくらい、横から見ていただいてもこのくらい、はい、で正面を見ていただいて、これはリアルなサイズ感ですけどね、うん、そこはまんまる、うん、まんまる、はい、可愛らしい、コロンとして可愛いです。素材も後からご案内しますけど、少しこう網目の細かい、はい、うん、ちょっとこう女性らしい、はい、ね、ハンドルもバンブーですし、うん、ここの金具もまたどうですか、はい、素敵な感じじゃないですか。このゴールドの金具素敵ですね、うん、上品です。はい、上品に持っていただけると思います、はい、お色はナチュラルと、はい、ウォッシュブラウン、はいはい、ウォッシュブラウン、洗った茶色っていう名前なんですけども、うんうん、まあちょっとこう焦げ茶とかブラウンとかそういったお色が少しこう洗いをかけて退色したような、うん、少しこう、まあ、ニュアンスカラー、大変大変こう上品な色に上がっていると思います、はい、はい、とても上品な色です。はい、はい、それではちょっとバッグの中を、はい、見ていこうかと思います、はい、少し宍戸さん開けていただいて、はいはい、開閉は簡単マグネット、はい、ね、簡単マグネットですね、はい、中もしっかり裏地がついてて、はい、ね、カゴバッグには珍しい裏地、そうですね、裏地がついて、あれ、なんか底板が、底板、底板付き、ね、はい、やっぱりこう下にこう、うん、なんて言うんでしょうか、そこがこう垂れるというか、はい、そういうのをお嫌いなお客さんもたくさんいらっしゃるんで、うん、こういうとこ優しいポイントかなと思います。そうですね、これ嬉しいですね、はい、それとオープンポケット、はい、こちらに携帯電話とか鍵とか、はい、さっと入れていただけるポケットがしっかり2つと、はい、あとこの反対側、はい、これファスナーですね、はいはい、ファスナーポケットが、はい、ここは貴重品をしっかりと入れていただける、はい、入りますね、はい、裏地のこの辺りだけちょっと高級な素材、高級というか、はい、なんて言うんでしょう、しっかりした素材がついてますよね、はい、裏地とちょっと違う素材が、はい、違いますね、これやはりこうやって蓋を閉めた時に、うん、ここ実は見つけっていう場所なんですけども、見つけという場所なんですけど、はい、やはりこう少しこう何でしょう、チラッと見える、チラッと見えた時にん、ちょっと違うなっていう、うんうん、これ一つのポイントかなと思います、はい、素敵なポイント、ね、はい、素敵なポイントだと思いますね。素敵、本当に素敵ですね、はい、じゃあお素材、素材をちょっとこれ拡大で見えますかね、はい、ちょっと、はい、これも天然草木、はい、まあ、草ですね、はい、アバカっていう素材の、はい、草を丁寧に編んでます。またよく言われるラフィアですとかそういったものと違って、はい、うん、ちょっとこう細い感じがして、そうです、ね、女性っぽさが出るんじゃないかな、はい、編み目がちょっと細い感じがして、はい、少しこう、うん、なんでしょう、麻のようなニュアンスの、ちょっと硬いんですけどね、はい、ちょっと硬い素材なんですけど、ね、その分少し女性っぽさがしっかりと出ているお素材のような気がします、はい、はい、カゴバッグなんで背中のポケットとかね、そういうのはないですけども、はい、ちょっとぐるっと、はいはい、ないですけども、はい、大変便利に使って、はい、中はとても充実してますね、はい、夏の必需品ではないかなと思います、はい、嬉しいバッグになっております、はい、じゃあちょっと宍戸さん、はい、フィッティングしてみていただいてよろしいですか、はい、はい、いいですね、しっくりきます ね、いいですね、はい、なんかこう素敵ですね、痛くないでしょ、うん、痛くないです、ね、
はい、よくあのハンドル硬いと痛いって言われる方いらっしゃいますけど、全然そんなことない、ね、このバンブーだったら、はい、あの丁寧にここもちゃんと磨いてますし、うん、はい、ね、このアクセントになって、はい、今日のお洋服にもぴったりじゃないですか、はい、いいですね、ありがとうございます、はい、これウォッシュブラウンも素敵なんですけど、はい、こちらのナチュラルも、はい、ぜひよかったら、はい、ちょっとピッキングをしていただくと、はい、ね、爽やか、少し爽やかに、ね、なりますね、感じがだいぶ違いますね、はい、少しこう、はい、夏らしく、うん、爽快な感じ、軽い感じ、はい、っていうのがカジュアルに見えますね、あ、そうですね、はい、どちらかというとそうかもしれないですね、うん、はい、これやはり石戸さん、はい、肩はちょっと難しい、肩は、うん、難しいですね、ちょっときついですね、うんうん、このバッグはやはりこう手で下げていただいて、はい、このでもバランスが素敵なんじゃないですか、うん、はい、ね、大きさもバッチリ、はい、これからどん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 人気が出てきそうなデザイン、はい、これ大活躍すると思います、そうですね、はい、これでもあの新作ですよね、確かに、はい、ね、はい、そうです、今年の春夏に発売された2019年ですか、はい、2019年に発売されている新作のモデルです、はい、ぜひ皆さんよろしくご検討ください、はい、はい、お願いします、ありがとうございます、それではバッグの詳細は下の説明文でご確認ください、はい、チャンネル登録も合わせてよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。